知り合って1年ほどの友人から私からの連絡頻度が低く、友人としての付き合い方に不公平を感じると言われました。もともと私は友人と頻繁に LINE で連絡する方ではないので困惑してしまいました。進行頻度と親しみは関係なく、連絡するか否か各々の好きにすれば良いと思いますが、かなえさんはどう思われますか？いや、でも全くもってその通りで、進行、ひ、あの、連絡頻度と友人としての付き合い方って差はね、ないと思う。僕とクズハって別に全然連絡しないからね、普段。用がなけりゃ。用がなかったり、どこ道みたいなとかがない限り、全然、まあ、たまにその、まあ、コラボで一緒になった時とかにいろいろ話すとかはあるけど、もうね、全然、連絡頻度だけで言うと全然ないよ。一回が濃い。代わりに頻度は低いみたいな。公平不公平とかじゃないと思うけどな。マジで、全然連絡頻度ないこととかあるから、そんな気にしなくていいと思う。頻度イコール付き合い方じゃなくて、その人が多分友達に嫉妬するタイプなんだと思う。かな。僕も別に連絡少ないとどうとかはないな、あんまり。まあ、たまに飯誘ったら、一応、二人でとかで。人それぞれの部分ではあると思うけど、僕はでもね、わかるよ。全然、サボテンさんと同じ考えだな。理解できる。